ラストバトル見させてもらったよ。ヒースクリフ、生きていたか。身構えないでくれたまえ、君たちにお詫びをしに来たんだ。詫びだと？ここまで何の説明もしないでいたこと、本当に申し訳なく思っている。なぜそんなことになったのか、そしてなぜ私が生きているのかを君たちには説明しなければならないだろう。75層でキリト君と戦っていた時に発生したシステム障害が事の発端だ。あの時この世界を制御しているカーディナルシステムに予想外の負荷がかかってしまった。負荷の要因の一つはプレイヤーの負の感情によって引き起こされたエラーの蓄積。君たちがよく知っているであろうメンタルヘルスカウンセリングプログラム、MHCP 試作2号、コードネームストレア。彼女はこの世界のプレイヤーたちが抱える負の感情に対処できず、次々とエラーを蓄積していき、やがて抑えきれなくなった膨大な量のエラーがカーディナルシステムのコアプログラムに流れ込んできてしまった。ユイの言っていた通りか。そして負荷の要因のもう一つが須郷君たちによる外部からの干渉だ。外部干渉という例外的状況の対応にカーディナルシステムの処理能力の多くを割かなくてはいけなくなった。この2つの出来事が想定外の負荷を引き起こし、カーディナルシステムの一部が暴走するという結果になってしまった。システムの暴走という非常事態により、私は自動的に管理者モードに移行。キリト君との戦いの最中にあの場から消える形となってしまったんだ。一刻も早くこのことを伝えたかったのだが、その後も不具合の対応に追われてしまってね。
こうして君たちの前に出てくるのにかなりの時間を費やしてしまったというわけだ。つまりあの時勝負はついていなかった。そういうことになる。それにしても君たちには本当に驚かされた。菅生君の予想外の動きに対しても君たちは見事に対応した。カウンセリングプログラムのユイとストレアに関してもだ。どちらもカーディナルシステムのセキュリティープログラムによって消去されるはずが、それを救ってみせた。やはりゲームの運営には想定外の事態がつきまとうものだな。それが面白いとも言えるのだが。当たり前だ。これだけ人間が深く関わる世界で全てが思い通りになると思うなよ。もちろんその通りだ。しかし私の思い通りになることもある。例えばゲームクリアの可否。言うつもりじゃ。それはない。これでもフェアプレーを心がけているつもりなんだがね。君たちは間違いなく百層のボスを倒した。本来の想定とは違うイレギュラーなボスではあったがね。もちろんイレギュラーだからといって君たちの勝利を取り消そうなんていうつもりは全くない。そもそも最後のボス戦に遅れたのは私の方なのだから。改めて賞賛を送ろう。クリアおめでとう、勇敢なる者たちよ。数々の非礼は詫びよう。約束をたがえたのはこちらの責任だ。
そうじゃない。あんたはさっき百草のボスをイレギュラーだったと言ったよな。百草のボスは私が受け持とうとしていたからな。俺たちはこのゲームを SAO を2年以上プレイし続けてきた。文字通り命を懸けてな。そのゲームのラスボスがイレギュラーな存在だっただと。それはプレイヤーに対する裏切りってもんなんじゃないのか。つまり君は無謀にもこう言おうというのか。本来のボスと決着をつけさせろと。今俺が心の中で思っていることを言えと言われたらそうなるな。とはいえもちろんみんなを巻き込むつもりはない。百草のボスを倒したことは間違いないんだ。俺以外の全員をログアウトさせてくれ。その後、俺と勝負してほしい。ちょっと、お兄ちゃん？何言ってるの？クリアできたんだから、一緒に現実世界に帰ろうよ！すぐ、すまないけど、これは俺なりのけじめのつけ方なんだ。今ここでヒースクリフを倒さずにゲームをクリアしてしまったら、俺は現実世界に戻ってもきっと SAO に縛られたままだろう。心をアインクラッドに残したまま現実世界に帰っても虚しいだけだ。大丈夫。すぐよりほんの少し帰るのが遅れるだけだ。先に帰って夕飯でも作って待っててくれよ。すぐ？お兄ちゃんとまた離れ離れになるなんて絶対に嫌！お兄ちゃんが残って戦うなら私だってそうする！何言ってんだ！俺も乗るぜキリコ！本当のラスボス倒してアインクラッドに蹴りつけようや。
私も乗るわ、この決着。蹴りをつけなきゃならないのは私も同じなの。暗い死の、みんなの命まで危険にさらす必要はない。私だってこのゲームにはあんたと同じだけのプレイ時間を費やしてきているんだからね。ここでしっかり終わらせないと費やした時間が無駄になる気がする。一緒に蹴りつけようよ。私も残ります。キリトさんを残して自分だけ帰るなんてできませんから。キリトさんと一緒に現実に帰るんです。リズ、シリカ、私も一緒に戦うよ。他の人と比べてキリトと過ごした月日は短いかもしれないけど、私はキリトからいろんなことを学んだの。その中でも一番大切なことが困難に立ち向かうための強い心なんだから。大丈夫だよ、キリト君だって負けるつもりないんでしょ。それはそうだけど、みんなで心を一つにしたら絶対負けない。私たちって最高のパーティーメンバーだって、そう思わない？アスナ。やれやれ、保護者として俺も付き合う必要がありそうだな。エギル、みんな、いいのか？キリト君についていくよ。人の意志というものは本当に面白い。私はこの光景が見たくて SAO を作り上げたのかもしれないな。あんたの作ったこの世界を今ここで俺たちが終わらせる。よろしい、ではかかってきたまえ。正真正銘のラストバトルを始めよう。あなたを倒して運命を自分で切り開くわ。
ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しいよ。望み通り決着をつけよう。見事だ、キリト君。